はい、どうもこんにちは、みずきゃんです。本日のサブチャンネル1本目の、動画になるんですけれども、昨日ね、東京都知事選挙、そして、東京都都議、補欠選挙の、投開票日でした。まあ、この動画ではですね、東京都知事選挙の話がメインになってくるんですが、まあ、ほーみたいなね、数字が、出てきましたね。まあ、当選したのはね、まあ、皆さんもご存知の通り、現職の小池百合子さんで、2位は、元秋高田市長の、石丸伸二さんで、3位は、元、参議院議員の、蓮舫さんという結果になったんですが、まあ、この辺の分析に、関してはですね、まあ、かなり、練らなきゃいけない部分で、あります。で、まあ、選挙期間中、まあ、小池百合子さんは現職らしい公務をこなしながらの、選挙運動、まあね、当初から、まあ、当選が決まっていたようなものなので、まあ、この辺はね、こう、さすが、まあ、現職といった、戦い方ですね。で、まあ、最終日に、関してもですね、まあ、公務をこう優先した、もうそれこそですね、まあ、ウィニングランの、戦い方をですね、やっていました。で、まあ、今回ですね、まあ、そう、都民ファースト、そして、まあ、小池百合子さん、まあ、そう、東京都知事選挙ね、こう、都議補選に関しては、まあ、圧巻とも言えるですね、まあ、勝利を、収めたと、で、思います。で、さらにですね、まあ、その自民党はですね、まあ、今回こう小池百合子さんに、まあ、見事に救われたなというようなね、結果になったでしょう。で、まあ、すごいのはですね、まあ、2位につけた、まあ、石丸伸二さん、まあ、石丸さんの場合はですね、まあ、調査とかを見てると、まあ、7月に入ってから異様なね、伸びを見せていて、まあ、蓮舫さんとのこう差をですね、縮めこう逆転、しました。で、選挙をね、分析するウォッチャーたちからは、ひょっとしたら蓮舫さんまくるんじゃないかって、まあ思いもあったんですが、まあ蓮舫さんの失速もですね、相まって、まあ予想よりですね、早く、あっさり、こう抜いちゃう、こう結果に、なりましたね。まあこの辺はですね、まあ石丸伸二さんの、選挙参謀を務めた、まあ選挙の神様と言われる、まあ、藤川慎之介さんのね、力も非常に大きかったんではないかな、というふうに、思います。で、まあ僕の予想としてはですね、まあ告示日あたりで、まあ大体石丸さん取れるのを、まあ70万から80万ぐらいじゃないかなと思っていたんですけど、まあ最終的にですね、160万票に乗せてくるというですね、もう藤川マジック半端ない。もうこれですよ。で、まあただですね、まあ選挙後のコメントを見る限り、まあ石丸さんにはですね、致命的な政治センスがないんですが、ただまあその周りをね、支える人によって、まあ大きくですね、変わってくる、まあ政治家だな、というふうに思いました。で、まあ石丸さんのこう戦い方っていうのはね、やっぱスポット街頭演説っていうのをですね、まあ繰り返しやっていったんですよね。で、それもですね、短時間の、まあ演説にこうなるんですけれども、まあこれはですね、やっぱり、まあ、ドブ板選挙の、まあ、基本中の基本みたいな、こう、ところもあるんで、まあ、基本を忠実にしつつ、そしてですね、まあ、インターネット上の、こう、フィルターバブルに、まあ、期待をして、で、まあ、どんどんですね、まあ、インターネットでも、その街頭でも、こう、支持を広げていく。まあ、それこそ、こう、ネットとですね、まあ、ドブ板のハイブリッド型のですね、もう、教科書のような、まあ、選挙をですね、繰り広げていました。で、こういうところはですね、やっぱりすごいなと思ったし、で、あとはですね、やっぱ選挙プロデュースもね、素晴らしいなと思いました。で、まあ、サンフレッチェカラーであるですね、まあ、紫色をですね、基調とした、まあ、紫色ね。で、あとですね、まあ、その、やっぱ、街頭とかをですね、まあ、見たときに思ったんですけど、まあ、その選挙スタッフというかね、まあ、その、ビラ配りをしてる人とかの、やっぱ統制とかもですね、まあかなりこう取れていたりとかして、で、やっぱり、ちゃんとこう統率を取れたですね、まあ街頭のこう現場とかもね、多々見ました。で、やっぱああいうところっていうのをですね、まあ短時間でこう仕上げていくということはですね、まあ今回のこう石丸陣営の凄さだなと、いうふうにですね、感じられるような、まあワンシーンで、ありました。まあ実際ですね、まあ街頭演説のこう場を見てですね、すごい聴衆が、まあいたんですよ。まあ僕が見たのはですね、まあ最終日の秋葉原駅なんですけれども、ものすごい人数。で、しかもですね、やっぱりお若いんですよね。それこそまあ中間層とこう呼ばれるこう層のですね、聴衆が非常に多かったと。で、まあこれはですね、まあ本来まあ3位になってしまったこう蓮舫さんが、まあ獲得しなければこういけないような層だったんですけれども、まあここをですね、まあきちんとこう石丸さんがですね、奪っていったということが、まあ今回のこう結果、こう如実に現れたんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、続いてですね、まあ、下馬評と大きくですね、変わったのは蓮舫さん。
まあ、蓮舫さん自身ね、まあ、告示日あたりまではね、小池さんにそこそこ話されながらも、まだね、マシかなという、こう、レベルだったんですけど、まあ、無所属でこう、出馬したにもかかわらず、まあ、もろですね、立憲、共産色が強い選挙をやったことで、まあ、無党派層に敬遠されるというですね、まあ、大失態を犯してしまいました。まあ、これはね、立憲民主党のこう、東京都連の責任問題に発展してもこう、仕方がないレベル、だったと思います。で、7月に入ってからですね、まあ、蓮舫さんの伸び、急速にですね、落ちてきて、まあ、石丸さんにこう逆転されるというですね、非常にこう残念なね、展開になりました。で、まあ、そういうこともね、あったにもかかわらず、まあ、選挙手法というのを変えることなく、こう、ずるずるやっちゃった結果ですね、失速したまま上がってこずに、まあ、この結果というような、感じでしたね。で、まあ、蓮舫さんのね、失敗というのは、まあ、本来アプローチをかけなければいけない中間層に全く、刺さっていなくてですね、まあ、結局、ま、いつものね、高齢者層に、頼るというですね、まあ、旧立憲民主党型の、ま、その、戦いにこうなってしまったわけですよ。で、まあ、実際にですね、まあ、立憲が強いとされるこう地域でも、石丸さんにこうリードを許すなど、まあ、ライトなこうリベラル層ですら、まあ、逃がしちゃったということですね。まあ、このま、今回のこう都知事選のですね、まあ、立憲とその共産党のこう、ね、あの、共闘に関しては、ま、是々非々あると思うんですけれども、まあ、実際、ね、あんまりこうなんか功を奏さなかったよねっていうのが、まあ選挙結果をこう見る限り、まあ明らかではないかなというふうに、思います。で、やっぱりですね、まあ2位とこの3位のですね、まあ大きな違いっていうのがこう何なのかっていうと、やっぱ無党派層にこう刺さるかどうかっていうところではあるんですよね。そういった意味ではやっぱり今回の石丸さん非常に上手かったなというふうに、やっぱ思います。で、まあ、やっぱその小池百合子さんっていうのは、まあ、東京でのこう人気っていうのは非常にあるんですけれども、これはま、小池百合子さんが人気というより、まあ、小池百合子さんがもうね、やってきた、その、まあ、都政っていうものに対するこう支持が非常にですね、高いという、ま、現状があるんですよね。で、まあ、その、そこのね、こう隙間っていうのは確かにこうあるんですけど、こう、そこのこう隙間っていうのを、ま、蓮舫さん陣営でこうついていかなければこういけなかったんだけれども、まあ、結局その有権者、の、その関心がある、こう、まあ、分野に対しての、その、訴えっていうのが非常にこう弱かったというところがですね、まあ、蓮舫さんのこう伸び悩みの原因の一つに値するんじゃないかなというふうにはですね、思います。で、まあ、石丸さんに関してはですね、まあ、その演説を見たりとかしたんですけれども、やっぱそのなんか政策の中身に関しては非常にですね、薄いんですよね。ただその有権者のこう感情にこう訴えかけるような演説っていうのが非常にですね、巧みだなというふうには、感じました。で、ああいうところっていうのはやっぱりこう有権者にこう刺さりやすいと。で、それプラス、まあその有権者というか、まあその有権者の人たちがですね、まあどん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 ですね、まあ選挙にこう参加していって、徐々に徐々にですね、まあその石丸さんのこう輪を広げていくみたいな、そういうなんか、こう参加型のこう選挙をやっていて、まあ自分もその石丸陣営、石丸さんの、まあ、スタッフの一人なんだっていう、そういうなんかまあ忠誠心っていう言い方おかしいんだけれども、そういうこう団結心っていうのをですね、煽ることがですね、まあめちゃくちゃうまかったんではないかなというふうに、思います。で、やっぱりこうまあ石丸伸二さんのやっぱこう戦い方を見ると、まあ今後のですね、まあネット選挙におけるですね、教科書みたいなこう戦い方、まあかといえまあ石丸さんがああいうやり方やったからって言って、まあその他の人がそれをうまくいくかっていうのは、まあわからないんですけれども、あれはあれでこうまあ参考にしなければいけないんじゃないかなというふうにはですね、まあ僕自身も、思います。で、あとはですね、まあその蓮舫さんに関しては、まあもちろんですね、まあ、まあ蓮舫さんって人気というか知名度はあるんですけれども、まあ絶望的にですね、まあ人気はない。ただこう蓮舫さん以外の候補者だったらこうもっとね、立憲は悲惨なことにこうなってたと思うんで、まだこう及第点とは言えないけれども、まあギリギリですね、あの最終防衛ラインあたりはこうなんか守ったんじゃないかなというのが正直な感想ということで、ございます。まあこれから4年間ですね、まあ東京都はまあ小池都政がですね、続いていくと、まあいうことで、まあこれに関してはですね、まあ何とも言えないようなね、感想ではあると思うんですけれども、まあその小池都政ですね、しっかりとあの見守っていきたいと思います。一都民として。ということで、この動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ミズニャンでした。